読み上げが3件あります。閣議の概要について申し上げます。一般案件2件と条約の交付政令順次が決定されました。大臣発言として防衛大臣から平成30年版日本の防衛白書について、総務大臣から消費者物価指数について、小此木大臣から平成30年度防災の日総合防災訓練について、文部科学大臣から文化審議会委員の人事について、安倍総理大臣から海外出張在中の臨時代行について、それぞれご発言がありました。本日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議を開催をいたしました。会議においては、まず厚生労働大臣から国のすべての府省によるおける障害者雇用の状況に関する再点検の結果について報告がありました。具体的には26の機関が法定雇用率を満たしておらず、法定雇用率を満たすためには全体として3396人の障害のある方の雇用が必要であることが確認されました。また地方公共団体においても法定雇用率を下回っている旨の公表が相次いでおります。障害者雇用促進法の下で、社会連帯の理念に基づき障害者の雇用の確保や安定を図る正規名を有し、障害のある方の雇用や活躍の場の拡大を民間に率先進めていくべき立場としてあってはならないことと重く受け止めており、深くお詫びを申し上げます。その上で、今般設置した本閣僚会議のもとに、厚生労働大臣を議長とする公務部門における障害者雇用に関する関係府省連絡会議を設置し、今般の事態の検証とチェック機能の強化、法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取り組み、国、地方、公共団体における障害のある方の活躍の場の拡大、公務員の任用面での対応等について政府一体となって取り組んでまいります。合わせて連絡会議のもとに、弁護士など第三者も参画した検証チームを設置して、今般の事態の検証を行うことにします。また地方公共団体に対しても、国の機関と同様に再点検をお願いしたいと考えております。関係府省連絡会議での検討を踏まえ、10月中を目途に政府一体となってなった取り組みについて、本閣僚会議において取りまとめを行うことといたしております。来年3月23日および24日の日程で、第5回国際女性会議WOW を開催します。この会議は安倍政権の最重要課題の一つである女性が輝く社会を国内が実現するため、2014年から開催している国際会議であります。来年は女性の経済的活躍を目的として G20 に提言を行う民間主導グループ W20 と同時に開催することになりました。両会議の同時開催により、我が国における関連の取り組みが世界に広く発信され、内外における女性活躍推進の機運が高まることが期待をされます。私から以上であります。はい。共同通信の江藤です。今ご紹介ありました、障害者雇用の関係なんですけれども、このような事態を防いでいくにはどのような対応が必要と長官はお考えでしょうか。まず、再びこうしたことがないようにするためには、原因究明と再発防止策、このことを行っていくことが重要だというふうに思います。事態の原因の経緯について関係府省連絡会議のもとに設置される第三者も参画した検証チームでしっかり検証し、チェック機能の強化など再発防止策、これを取りまとめていきたい、こういうふうに思っています。どうぞ。関連して共同通信江藤です。本日公表された内容はですね、昨年のですね、実態ということになるんですけれども、おととし以前の数字についてもお調べになる予定はございますでしょうか。まず事態の原因や経緯について、関係府省連絡会議のもとに設置される、これ第三者も参画した検証チーム、ここで検証してもらいたいというふうに思っています。しっかり、検証できるよう調査の方法とこうしたことも含めて検証チームで適切に対応 してもらいたい、こういうふうに思います。はい。関連していただく先生です。今回の事態を受けましてですね、職員の処分などは考えておられるか、また地方自治体の事態把握についてはどのようにしていくというふうにお考えでしょうか。まず今回の再点検結果において、本来行うべき障害者手帳等の確認によらず、健康診断の結果などに基づき計上したケースがあったこと、こうしたことも確認されています。
こうしたことも含めて環境省連絡会議の下の検証チームにおける事案の検証結果を踏まえ、そこは適切に対応していきたいというふうに思います。また先ほど関係される会議でも発言をしましたけれども、地方自治体についても国の機関と同様に最低限こうしたことを依頼することにしております。はい、日本テレビの田中です。関連しまして、原因究明これからということなんですけれども、現時点では政府としてこの、数字の誤りが起きた要因背景についてはどういうことですか。いずれにしろ徹底して、この原因究明再発防止策、こうしたことを行わなきゃならない。そういう中で、弁護士と第三者も含めた検証チームでまずしっかり検証して行くことが極めて重要だというふうに思っています。フジテレビの津田です。北朝鮮の南港で拘束された日本人男性について伺います。男性は今日にも平壌を出て北京に到着する見通しと一部報じられています。事実関係セットしたというふうに思います。そうした報道については承知しておりますが、事柄の性質を政府は控えたいと思います。はい、どうぞ。関連してフジテレビ津田です。男性のこの追放が北朝鮮側から発表されて、結果的には日本に戻ることができる形になる見込みとなったことについては、法人の安全を確保するというのは政府の最大の責務でありますので、政府としては全力で、取り組んでおりますけれども、具体的なことについての発言は言葉の成長を控えたいと思います。はい、産経新聞田村です。話題変わります。慰安婦問題についてお伺いします。慰安婦に関して朝日新聞が取り消し謝罪した記事の英語版がネット上で検索できないように設定されていたことが分かりました。政府は17日の国連人種差別撤廃委員会などでも朝日新聞が訂正し謝罪したというふうに答弁しており、政府の慰安婦問題の対応や対外発信に関わるとも思われますが、政府として受け止めます。まず個別の報道機関の対応についてでありますので、政府としてコメントは控えたいと思います。いずれにしろ政府としては違反問題に関する政府の考え方やこれまでの取り組みをさまざまな形で説明をしております。国際社会から正当な評価を受けるよう引き続きそうした努力、ここは続けていきたい、こういうふうに思います。はい、共同通信です。先ほどの北朝鮮の拘束男性に関して戻るんですけれども、もう本日中なりですね、帰国の目処というのが立っているかどうかというのはいかがでしょうか。先ほど申し上げました通り、事柄の性質を発言を控えたいと思います。はい、朝日新聞の行です。障害者雇用に戻ります。先ほど原因はこれから究明されるということなんですけれども、現段階でですね、その法定雇用率を達成するための悪質性みたいなものというのは確認されているんでしょうか。そうしたことも含めて第三者を入れてですね、徹底して検証していきたい、こういうふうに思います。はい、関した朝日新聞の方です。先ほど障害者手帳ではなくて健康診断による結果というお話も出ましたが、他にもどういった方法を、健康診断以外にそういった方法を、どういった手法で確認されていたのかというのがあれば教えていただきたいです。まず今回厚生労働省が取りまとめた再点検の結果においてはですね、本来行うべき障害者手帳や一定の資格を有する医師の診断書の確認によらずにですね、要件を満たさない医師の診断書だとか健康診断の結果だとか、人事関係調書、こうしたことに基づいてですね、計上したケースがあった、こういうことは確認されているという報告が受けています。いずれにしろ徹底をして男性者を入れてですね、検証し再発防止を努めたい、こういうふうに思います。どうぞ。新日本新聞の古川と申します。外国人の受け入れに関して質問です。本日全国知事会が外国人の受け入れ業種や多文化共生社会の実現に向けた提言をまとめまして、明日法務省の方に要望書を提出いたします。現在政府におかれましても外国人の総合支援策の検討が進んでいると思いますが、地方の声をどれだけその支援策に盛り込むご予定があるのかと含めて、あと地方自治体との連携策があれば教えてください。まず地方や中小企業の人手不足、これは非常に深刻化している中で、来年4月からスタートを目指して、
就労を目的とした新たな在留資格、ここは創設したい、することにしました。まあ、受け入れ業種、まあ、すでに多くの業種において受け入れ移行、これが示されております。今後も現場のニーズを踏まえて幅広い検討、これが行われていく、こういうふうに思っています。また新たな在留資格の制度づくりと並行して、外国人の受け入れ、共生の環境整備のための総合的対応策を年内に取りまとめることとしており、先月立ち上げた関係閣僚会議において今後検討していくことになるというふうに思います。その中で外国人の生活、就労に関する一元的相談窓口など、地方自治体の対応、こうしたことについても検討していきたい、検討することになっております。まあ、総務省を通じて、地方自治体とも十分に連携を取りながら進めていきたい、こういうふうに思います。はい、ありがとうございました。Thank you.